皆さん、こんにちは。本日は2017年センター試験数 1A の第1問の3番の問題やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。はい、まず G、頂点求めろって言われたらもう平方完成をしてあげてください。で平方完成すると、はい、こんな感じにすることできますので、これで頂点がわかります。続きまして、A が実数全体を動くときに最小値と言ってますが、X の最小値。 これを求めるためには、まあ、この 3a 二乗プラス 5a これを平方完成すればいいですね。で、これ二次式になりますので、ここが一番ちっちゃくなるときに最小を取る。ということは最小はここが0になりますので、マイナス12分の25というふうにすることができます。 で次に、はい、t を a 次乗と置くとということですが、はい、a 次乗と置いて、まあ、こんな感じにすることができます。で、もあとはこれは平方完成するだけですね。平方完成して、はい、y 座標の最小値を求めたいということですので、計算するとこんな感じ。じゃあ最小値どうなるかというと、はい、t が a 次乗となっている。つまり0以上となりますので、t が0のときに最小ということに注意していただければ、最小値は16というふうに表すことができます。 本日は二次関数の問題をやっていきましたが、平方関数は絶対に押さえておかなきゃいけないことなので、平方関数がまだわかんないよって人はしっかりと復習しましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。